こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。韓国軍が射程 500km 弾頭重量4トンミサイルを確保しているようです。北と戦争を備えているのでしょうか。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。2017年ムンジェイン大統領とドナルド・トランプ米大統領が韓国軍の弾道ミサイル弾頭重量制限をなくすことに合意した後、軍当局が直ちにミサイルの開発に乗り出し、現在射程 500km に弾頭重量4トン規模のミサイルを確保しているという。軍はまた従来の弾頭重量は 500kg に制限された射程 800km のミサイルの弾頭重量を2トンにまで増やしたものと把握された。政府と軍消息筋によると、2017年9月北朝鮮の6回目の核実験をした後、韓米首脳が韓国軍のミサイル弾頭重量を完全になくすミサイル指針改正に合意した後、直ちにミサイル開発が始まった。軍消息筋は韓米ミサイル指針のために作らなかっただけで、弾頭重量を増やす技術自体は大きく難しくないと聞いている。射程 500km に弾頭重量4トン、射程 800km に弾頭重量2トンのミサイルをすでに確保したと聞いていると話した。2017年改正前まで韓米ミサイル指針は弾道ミサイルの最大射程を 800km に制限し、射程が長くなるほど弾頭重量を減らす、いわゆるトレードオフ原則に従うことにした。これによって射距離 300km の弾道ミサイル弾頭重量は2トン、射程 500km ミサイルの弾頭重量は1トン、射程 800km ミサイルの弾頭重量は 500kg に制限された。しかし弾頭重量制限が解除され、射程 500km ミサイルの弾頭重量が1トンで4トンで、射程 800km ミサイルは 500kg で2トンにそれぞれ4倍ずつ弾頭重量と威力が増えたミサイルを確保したものとみられる。2017年弾頭重量制限が完全になくなり、陸軍は強い高威力弾道ミサイルを確保するという計画によって、北朝鮮のミサイル発射の兆候の際に先制打撃できる韓国軍のキルチェーンの中核的な武器体系である地対地弾道ミサイルと、長射程砲を捕獲できるチョンスカフレルミサイル、クツスムの威力を高めるのに尽力してきたという。北朝鮮の核ミサイルと指揮部を直接攻撃できる代表的な打撃資産は、これまで F-15 キロ戦闘機に搭載するドイツ製ミサイルタウラスが挙げられてきた。しかし、タウラスの場合、射程 500km でテジョン上空からも平壌の核心施設を 3M の誤差範囲で攻撃できるという評価にもかかわらず、戦闘機1台に 1.4 トンのミサイル2個まで装着が可能という限界があった。弾頭重量制限の解除による高威力ミサイルの開発と配置によって、北朝鮮のミサイル挑発に対する抑止力と、いわゆる大量報復手段が強化されたとみられている。一方、国防科学研究所は、弾頭重量と威力が増加した弾道ミサイルの開発を継続中だ。ある関係者は、弾頭重量に3トンをはるかに超える弾道ミサイルの開発が継続されている、ただ国内環境では数十キロ離れた無人島に撃っても陸地で音と振動が感知されて秘密にしなければならないミサイル試験に限界と困難があると吐露した。それではネットの反応です。ミサイルをいっぱい作って北朝鮮、中国、ロシア、日本のやつらと対決するとき、敵国の全国土攻撃をしっかりすればいいだろう。弾道重量4トンに射程500キロ、弾道重量2トンに射程800キロになれば、破壊力が戦術核の水準で北朝鮮全域が打撃対象だ。弾頭重量10トン以上、射程は最終島から発射しても北朝鮮全域を攻撃できる高威力の長距離ミサイルを1000機以上作りましょう。赤を殺す武器を作るのは賛成。
政府が推進している固体燃料ロケットの開発許可も必ず実現することを希望し、ミサイル射程の制限も解除されることを望む。どうでしたか？あれだけ北と融和政策をとっているのに、水面下では着々と有事へ進んでいるのですね。北との統合は武力行使なんですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。